処置が済むまでの間ここで待っているみたいです。皆さん非常に親切で、テレビが見たいというとこの場所に移してくれました。看護さんがもうちょっとボリューム上げてあげるねと言ってくれたんですが、どうもイヤホン対応みたいな形でダメなようです。しかしありがたい話です。いや寂しいですねこれは。